嘘だろ松本おい、嘘だろ松本、そんなことありかよ松本いや、だってさ、プーさん、まっつんがさ、くっそー二人いる二人いた、二人いた、二人いた、ちょっとどこだ、もう一人、ちょっと二度、おかかが、あ、いる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 、ちょっと、ちょっとかー、まっつんの役ちょっと、あー、逃げた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 、せめて、崩壊しただけでも、崩壊してふざけんなよ。あー、一人逃がした。名前は？名前見た？あ、オッケーオッケーオッケー、大丈夫。ロボコップみたいな名前だった。オッケーオッケー、方角はダブルだし大丈夫。方角と名前すら分かってりゃ見つけ出すことができるから安心して。プーさん、絶対見つけてやるからな、ロボコップ野郎。二人のうち一人はやったんだよね。で、一人逃がしちゃって団体かもしれんね。オッケーオッケー、何時間かかっても絶対見つけてやるからな。Down by the Sally Gardens, my love and I did need. She passed the Sally Gardens with little snow-white feet. She bid me take life easy as the leaves grow on the tree. But I was young and foolish. With her I did not agree. In a field down by the river, my love and I did stand. And upon my leaning shoulder, she laid her snow. But I was young and foolish. 我々がマッツンと一緒に過ごした日々は短い時間でしたが、とても大切な思い出となりました。初めて彼を見た時は誰もが彼の姿や行動を理解することができず、おかしいやつだと思っていました。ですが彼の行動一つ一つには意味があり、この殺伐とした PVP サーバーの中で忘れてはいけない大切な気持ちを我々に教えてくれました。商売はあまり上手ではありませんでしたが、作り手の顔が見える温かい商品を陳列し、価格調整や店舗展開といった陰ながらの努力を私たちは見てきました。また彼の建築する独創的な建造物は見る者の目を奪い、たくさんの人を魅了してきました。本当ならマッツーに会わせたかった他の仲間もいます。せめてみんなで記念撮影だけでもしたかったです。少しの間ですがお別れです。また来期でも一緒に戦えることを隊員一同願っています。ゴーモフサオより。ちょっとプーさん、今さ真剣にさ真剣に喋ってたのにさ、何食ったり飲んだりしてんだよ。もうさこれね、じゃあプーさんも今このマッツンのね棺の中に思い出のねこのスーパーコーンと木針入れたからね、でもプーさんもさろうそく入れてさ思い出浸ろうよ、弔おうよマッツンを。とりあえずちょっと私このちょっとこの松ぼっくりをどかして
でこっち相手の方にこうちょっと私のろうそく1個入れますので、プーさんも入れてここに、ここね、そう、そこにこの松の棺に入れて、入れた？ OK？ どっち？あ、入れたのね。でもステーキってす、いやもうプーさんらしいじゃ、プーさんらしいけど、いや胸焼けと胃もたれこれね、ちゃんとちゃんと弔おうよプーさん、まあ、プーさんなりのあれかい、おうおう、もうちょっと真剣なんでなんでかな、なんでいじっちゃうからそこでいやもう悲しみは、ああ早めに終わらせた方がいいって、ああそうかそうか、オッケーオッケー、じゃあもう盛大に弔ってあげてさ、なんで、なんでなんで、何してんのプーさん、仮装、ちょっと、プーさん、ちょっとさ、棺ピョーンなってまってん、プーさん、ねえ、ちょっと VC ミュートにすんのやめなさいよプーさん、もうちょっとさ、真剣にさ、プーさん、僕らをマッツンはかばってでも僕らをかばってくれたんだよマッツンはね、のんきに食って飲んで食って飲んでしてさ、え、何プリン作るのが忙しい、知らねえよそういう話じゃないでしょ、さあ、いやだからもうちょっとだからさ、しっとりいきたいじゃん、で前回が前回やっただけにさ、今回ぐらいはさ、悲しみにさ、もうちょっと浸ってさ、ああだったこうだったって泣きながらさ、プーさんとも一緒に酒でもこっから飲もうかなみたいな感じだったのに、なんだよその態度はプーさん、いやもう分かり、もういいです、もう分かりました、じゃあもう今日私も落ちますからこのまま、プーさんも落ちる、あ残るの、珍しいね、いつも私より先に落ちるじゃんゲーム、まだ6にすんの、こんな夜中に、あそう、あもう、あ分かりました、まだやることあると、あ了解、いいよいいよ、じゃあもう今日先私ログアウトしますからね、はい分かりました、じゃあお疲れ様です、じゃあね、いやおかしいっすね、いや普通はいつも私より絶対先にログアウトするんですよプーさんって、気づいたらログアウトしてるんですけど、こんなね私を先にログアウトさせることなんてプーさんまずないので、こっそりもう一回再ログインしました、あの同盟切ってあるんで私がログインしたこと分かんないと思うんですよプーさん、あちょっと出かけましたね、今出かけって出かけたね、何してんだプーさん、ほらあれプーさんなんですよ、どこ行く、何してんのプーさん、ちょっと追いかけますわ、バレないように、ちょっと距離取ってるんですけど、おトレーダーハウス行ったのか、これ結構近づいても多分音聞こえるかな、スタミナないな、ちょっと慎重に近づきましょう、バレたら元も子もないですもんね、何してんだプーさん、力回ってドア、あートレーダーハウスどうだ、あードア開いてますね、あー開いてる開いてる開いてる、何してるのプーさん、おんこっちかいないな、トレーダーハウス中で買い物でもしてんのかな、おんお自販機かプーさん、なんだなんだ、あ行ったな、あ行きましたねプーさん、何、えちょっとなになに、ちょっと見ますか、代わりになんか売って、ああ、マッツンの自販機、プーさんマッツンが売ってた小石をこっそり買ってあげてるのね、この子猫鈴の落として突然この家へやってきた、この子猫足跡つけてじっとこっちを見てる、この子猫窓の隙間ちゃ